久々にみんなに恋のマジックをかけるね。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。気持ち悪くてごめんなさい。チャンネル変えないでください。お願いします、このままで。はい、ってことですね。ボンシュール、久々にダイソーに行ってきたんですが、そこで初めて見た手品グッズがありました。それがこちらになります。はい。瞬間移動するサイコロと言います。まあ、今までね、ちょっと見たことなかったんで、気になったんで、ついつい買ってしまいました。はい、こちらですね。片方に赤のサイコロを入れます。蓋をして白のサイコロを持ちます。蓋をしたケースの上で、ちょんと叩くとサイコロが手から消えます。蓋を開けると中には赤いサイコロと手に持っていた白いサイコロが入っていますとね、なんとも不思議なマジックなんですけども、こちらの方のマジックですけれども、まあ簡単にすることができるのか、そしてどのような感じでお見せすることができるのか、皆さんにご紹介したいと思います。さあ、それでは今からですね、このマジックどのように見せることができるかやっていきますね。こちらケースの方が2つございます。そして、こちら赤のサイコロと白いサイコロが3つございます。1つのケースの方に赤いサイコロを入れてあげます。そしてこちらのケースで蓋をしてあげる。で、左手の方でサイコロを1つ手に取ってもらって、まずこちらのサイコロを右手に移してあげます。さあ、こちら右手に移してもらって、こちらの方の手で頭をポンポンと2回叩いてあげます。そうすると右手にあったサイコロがなくなっています。では、こちらの方はどうなっているかというと、こちらをフリフリしてあげると、なんと、サイコロが2つに変わっています。まあ、こういった見せ方ができるマジックになります。どうですか、皆さん。驚きましたか？そうでもない。はい。というような感じのマジックを見せることができます。で、今回、ボンシュールやってみた感想なんですけども、めちゃくちゃ難しかったです、このマジック。はい、こちらね、書いてます。レベル2って書いてますけど、もう何がレベル2かなんて全くわかりません。入ってる道具の性能だけで簡単にできるもんじゃありません。やってる側もそこそこのスキルがないとできません。で、ボンシュールマジック好きなので、結構ね、いろんな、スキルというかね、技術を多少は身につけてますけども、それでも難しいと感じたので、こちらの商品を気軽にね、手に取って気軽にやってみようと思ったら結構挫折すると思います。そして説明書がね、書いてあるんですけども、しっかり説明書読んだんですけども、言ってる意味が全くわからん。わからんよ、これは。で、まあ、ボンシュールね、これね、ちょっと他の人の動画見たんですけど、あ、こうやってやるんですねってもう参考にさせてもらったわ。で、今回初級編ということで、一つだけサイコロを移しましたが、これが慣れてくると、2個、3個と移すことができると思います。ただこれをバレずに全部することができる人がいたら、これ多分プロのマジシャンなんじゃないかな。はい。ということでですね、今回、ちょっとね、100均のマジックをディスるような感じになってしまいましたが、今までボンシュールがやってきたマジック、割とね、簡単に、お、すごいなこれってのがありましたけども、今回のマジックに関しては、やってる側も技術を身につけないといけないマジックということが分かりましたので、皆さんも買うときは十分お気をつけください。さあ、こちら右手に移してもらって、こちらの方の手で、頭をポンポンと2回叩いております。そうすると右手にあったサイコロがなくなっています。ではこちらの方はどうなっているかというと、こちらをフリフリしてあげると、なんとサイコロが2つに変わっています。